あ、でもいや、金のやつはね、金4つはね、ずっとやってればできる時あるから、もうつけっぱなしで。どうせ少なくなってるし、もうアーカイブ。あれ、いなくなった。どう？ね、回復手段も持ってこないけど。やばすぎだろ。やばすぎやん。やばすぎ。回復しないやつだから一番頭にもうやる意味ねえよこういうやつ。はい、何よこれ、頑張ってんな。どうせ勝てねえしな。全然回復しねえやつがいるからもうほぼ勝てない。回復しねえからもうほぼ勝てねえから次のゲーム行くわ。次のゲーム行きます。時間もったいない。
あれって何？ちゃんとしかし悪いだけだしかし天民のあれが天民のあれは大事だね。キャンプトンネルしかしねえよ。トンネルで逃げてもやられるよ。まだ天民って回復で当然壊してるもんな。もう逃げたらいいのに、なんでうちなる回復マンって人を探さねえんだろう。発電機しか回さないし、医療してやるとかもねえし、もうさ回復じゃん、持ってこいよ。なんでこれこういうことやらせてんだろうな。いやーもう最悪だからさ、あんたらが悪いんだよ。ロボみてえなことでさ臨機応変にやんねえで、あんたらが悪いんだよ。ダメだろ？もうこのネアカールソンとか、発電機しか回さないの。ダメなやつって。発電機だけ回してんの。だからもうこんな状態になってんの。発電機しか回さないやつって。大丈夫だろ、発電機しか回さない。任せた方がいいか、治療走ってもらった方がいい人に初めて来るわ。じゃあトンネルだから人に任せてトンネル走ってもらう。毎回あれだったからフェンミンに走ってもらった方がいい。救助しようとしたのか知んないよ。逆方向に行かなきゃいけねえのに。ジョナン・バスケスが食らったとこじゃねえかよ。ジョナン・バスケス食らったとこだよね。自分が好きなとこに走った方がいいよ。私回復手段ねえんだよな。プリペイドが早すぎるほどのキャントンがひどすぎるっていう、トンネルがひどすぎるって言われやつだ。出かれるよ。で発電機回してねえからわかんねえけど、発電機ここはキャンパスでライブにあったこと知らねえ。
じゃん、ここ。どうせあれで調べんだろう。釣るわけねえだろ、これ。負けゲームしかやれないんだけど、ずっと。あ、別にもうハッチじゃなくていいや。どうせこんな隠れちゃうよみたいなやついいんだね、もう。こっちとそっちだったらさ、ゲートの位置がそっちだったらかなり、だもん、位置によって。ちゃうんだよな、によって。こう位置に、あれがあれば。もうどうせ、に。すげえよな、脳天気で発電機だけ回してるよ。だったら、誘導でもつけてこいっていい。こういうふうに探されるよ。だから多分ね、時間もったいねえんだよな。次のゲーム行ってな。レアカール狙われてるし、ロッカー入ってもなんか探されんだよな、あれ。あの、紫のやつがまだ解明できてねえから、俺の中で。今みたいな時、全然探してないの。他のとこ探した。ロッカーもねえんだぜ。ロッカーもねえ、一応、こうしろ。釣らない。丸いところで検索っていうやつがすっげえじゃん。これがヒロちゃんデッドバランススーパース。あ、笑うわ。一発もらったんだよ、わざと。負傷ブーストって知ってる？ご存知？勝って当たり前。勝ったのは俺。楽しいね、99%。勝ったと思い込んでる奴が負けた姿見るのって。楽しい！勝ったのは俺。うん、強かったのは俺。そうなるよ、最後。俺残してるからダメなんだよ。うまいキラーはヒロちゃんなんか残さないよ。強いから。もうハディカール見た瞬間に震え上がるよ。このハディカールみたいな。これヒロちゃんじゃないって。うん、そやつが優秀よ。当たり。まあ、勝って当たり前すぎてね。出れちゃいますね。ヒロパークとかいりませんから僕なんもないんすよ、ヒロパーク。うん、うん、うん、うん。これがヒロちゃん。当たり前。これ見つけて喜んでる？ああ、もう見つかりそうだから走ってね、こ向こうの方にあるって分かったから、向こうの方の方に連絡切り替えた。ローブーストでなんとかいける範囲で勝ち取って。